はい、皆さんメリークリスマス。ということで、ファズモフォビアに大型アップで、えー、パッチ0.5がね、えー、導入されました。ついにね、ファズモも0.5ということで折り返し地点までね、来ましたね。それで今回は、この大型アップでのメインの、うん、変更点のね、お話をね、まとめて話していければいいかなと思って撮っております。いやね、もうすぐクリスマスですからね、うん。 しっかりと今年も、確かね、去年のアップデーでも、そうだね、あの、クリスマス仕様になってたと思います、この時期は。うん。で、今年も、えー、クリスマスツリーをね、うん、準備してくれたみたいですね。それじゃあね、えー、今回の、うん、追加内容とかのお話しさせていただくんですけど、まず、新しいアイテムがね、増えました。何かというと、まあ、ジャーナルのここ、アイテムって項目にあるんですが、 ちょっと文字化けしてますけど、これは呪いのアイテムですね。今までって、そうだね、あの、ミッションを受けたら、ランダムで呪いのアイテムっていうのは存在してたと思うんですよ。例えば、ブードゥー人形とか、ウィジャバンとかね。そう、一定の確率でランダムで置いてあって、それを使うことによって、幽霊を、うん、特定する情報を得ると。 ま、その代わりに、小気度をね、あの、大幅に失うといったね、えー、っと、感じの、うん、アイテムだったんですけど、その呪いのアイテムがですね、あの、一定の確率で、うん、マップ上に置かれるんじゃなくて、確実にマップ上に、あの、設置されるようになりました。呪いのアイテムはですね、今回のアップデートに伴って、6つになってるみたいなんですけど、 その6つの中から毎回ミッションを受けるときにランダムで1つ選ばれて、それがあのマップのある位置に、うん、スポーンしてるとのことです。なのでどういった呪いのアイテムが来るかっていうのはね、あのー、ミッションを受けてからのお楽しみになるみたいですね。それじゃあ今回ね、追加された6つの呪いのアイテムの紹介になるんですけど、まずはですね、このゲームではおなじみのウィジャ b になります。 うん。このウィジャバンを使うことによって幽霊とね更新ができて、まあ幽霊の特徴をね、うん、情報を得ることができると。ただ、これを使うことによって大幅にね、消気度がね、失われるんです。ですよね。うん。実はね、自分ウィジャバンってまだ使ったことないんですよ。怖くて。うん、消気度をね、失いたくなかったから。はい。まず一つ目はウィジャバン。 で、二つ目なんですけど、これはね、おそらく今回の実装で初めて来たやつじゃないですかね。ごめんね、自分の情報が古い可能性が十分あるんですけど、自分が知ってる呪いのアイテムって、ウィジャバンとブードゥー人形しか知らないんですよ。あと、追加されたっていう情報を自分は、そうだね、あの、聞いたことがなかったんで、それ以外のものは今回新しく追加されたものじゃないかと思います。はい。で、ちょっと話戻すんですけど、えっ、ー、と、二つ目はですね、呪いの 手鏡になりますこの呪いの手鏡はですね手に持ち使用することで死者の世界に覗き込むことができますこの特徴を利用することでゴーストの居場所を突き止めることが可能だ便利である一方あの世との間を覗き込むと消気度が急激に喪失する つまり、これを使うことによって、ゴーストが今いる場所をね、見ることができるみたいですね。この説明を見てる限りだと。その代わり、ごっそにね、正気道を持っていかれると。引き換えにね。そういったアイテムみたいです。えー、続いてはですね、こちらもおなじみのブードゥー人形ですね。このブードゥー人形を使用することによって、ブードゥー人形が一人でに動き出して、うん、幽霊の居場所まで走ってくれるっていった。えーっと と、呪いのアイテムだったはずです。数回ね、自分こっちは使ったことあるんですけど、可愛いですよね、動き方が。とてとてとてっていう感じで、あのー、ゴースト、幽霊のとこまで向かっていくんですよ。はい、えー、三つ目がブートゥー人形。で、続いて。あ、これもね、新しいアイテムですね。あの、呪いの。えー、魔法人。一部の現場では、赤いろうそくに囲まれた な,なんとかの魔法人が発見される場合がある。5つのろうそくに火を灯すことで、ゴーストを一定時間強制的に魔法人の中に閉じ込めることができる。ゴーストの写真を撮影するには最適な手段だ。ゴーストが魔法人を破って襲いかかってくる前に必ず退避すること。そうなんです。こちらの魔法人はですね、ろうそくを5つ灯すことで発動するものになっていて、5つ灯したと同時にですね、 その魔法陣の中にゴーストをね、強制的にあの実体化させて召喚させることができるんですよ。ただね、こちらね、非常に危険で、あの、召喚した時は一定時間ね、魔法陣の中に閉じ込めることが可能なんですけど、えっと、時間が経つとその魔法陣を抜け出して襲いかかってくるみたいなんですよ。なので、使う用途としては、まあこちらにも書かれてますけど、写真を撮影したりする時とかね。うーん。 あとは強制的に召喚させることによって何かしら特徴を表す表してくれるうん、ゴーストとかもいるんですかねはい。三、四つ目か。四つ目が魔法陣ですね。はい。じゃあ次ですね。次はオルゴール。この精巧な作りのオルゴールは死者と交信するために設計された特別性だ。手に持ち、操作することで魂に語りかける曲を、えー、っと、まあ出すことができると。 うん、耳を澄ますとゴーストがこの曲のメロディーに合わせて、えー、歌っていることを聞くことができる場合があるなお近づきす、えー、ぎると音楽に酔っているかなうんゴーストを邪魔し怒らせてしまう場合があると近くにゴーストがいれば、あのー、このオルゴールの音楽を口ずさんでくれるみたいですね ただ、あまりにも近づきすぎると、まあ、音がうっせえよっていう感じでブチ切れてしまう場合があるから、あまり幽霊には近づかないようにして使用しないといけないものみたいです。はい、これがオルゴール。そして最後ですね。最後はタロットカード。これがね、なかなかユニークなものになってるんじゃないかなってちょっと自分思ってて、えー、神秘の力を秘めているとされるこれらのカードは、これまでの調査で発見されて アイテムの中でも特に特徴的なものだタロットカードのデッキには10枚のカードがランダムに含まれており、えー、それぞれが特定の頂上現象と紐づいているカードを引くことで付近のチームとゴーストに効果を発揮する非常に高い効果が期待できる一方使用する際に消軌度を、えー、消失あごめんなさいこれ消失ですね消 <laughs> 失って読んでた うん、喪失、えー、ハントの誘発、あるいは即死など大きなリスクを伴う場合がある。これらのタロットカードの性質の多くは未だ解明できていない。どうやらですね、このタロットカードを使用すると、10枚のデッキの中からランダムでカードを選択することができて、そのカードに伴った効果をチームとゴースト、それぞれね、うん、得ることができるみたいです。 なので状況によってはチーム、うん、調査員に有利な効果を付与されるでえっ、ー、とゴースト側に不利な、うん、そうだね効果が付与されるっていったこともあるっぽいですねうんそしてその逆もしかりで、うん、こっちが不利になって向こうが有利になるっていう効果も付与されるパターンが、うん、ありそうです はい。こちらがですね、最後の呪いのアイテム、タロットカードになります。この6つの中から確実に1つね、マップにあると。うん、いうことですね。それが今回のアップデの、えっ、ー、と、追加内容の、うん、1>, 1つです。またね、面白い要素が増えましたね。うん。で、今回ね、あの、動画内ではですね、あの、ウィジャーとブードゥー以外のものがね、あの、1つ映せればいいかなって思っております。 ま、そこら辺は後々見ていきましょう。それじゃあ次ですね。次はですね、新しいゴーストが増えたってことだったんですけど、なんとですね、新しいゴースト、ミミックというね、ゴーストが追加されました。えー、ミミックの特徴としては、その他の種類のゴーストや生物など、自分以外の存在の特徴を、えー、真似する正体不明のゴースト。特徴、独自の特徴は一切不明。十分注意。 されたし。弱点。このゴーストの付近にはゴーストオーブが発生する可能性が高いとされている。つまり、他のゴーストの真似をするので、自分の特徴というものをね、持ってないみたいです。真似っこですね。えー、メタモンです。ポケモンで言うところの。ゴーストオーブの発生する可能性が高いっていうのが弱点って、どういうことだこ,これが特徴なんじゃないの うん、で自分はちょっと思っちゃったね。だから、そうだね、スピリットボックス指紋氷点下の温度を調査で見つけた後、カメラとかにゴーストオブが映ってたらミミック確定なんじゃないですかね。はい。こちらがですね、新しいゴースト、ミミックになります。それで次がですね、今回のアップデートで大きく変わった、うん。 最後の内容になるんですけど、ゴーストたちの特徴が、うん、あの、調整されました。理由としてはですね、あの、ナイトメアのモードがね、あの、前回の0.4でえ追加されたんですけど、ナイトメアの特徴って、証拠が2つまでしか出ないんですよね。なので、その2つの証拠プラス、ゴーストの特徴を見て、 判断すするしかないんですよただねナイトメアであのプレイした場合その2つの証拠を集めてあの特徴を確認しようと思ってもその特徴が全く出ないゴーストがいたみたいなんですよ。それで誰なのか、うん、幽霊は何なのかっていうのが分かんなかったっていうねパターンがあったみたいで。 そこを改善するために、今回、あの、幽霊の特徴を、うん、調整したみたいです。なので、これまでより、あの、より、うん、その、現場にいるゴーストの特徴が、あの、はっきりとするようになったみたいです。はい、これがですね、今回の、うん、アップデート0.5で行われた大きな追加要素変更内容に、 なりますあとはバグ修正とかイベントごとですかねうん今ですねあのクリスマスイベントの期間に入ったってことでクリスタルレイクことキャンプ場に来るとね確定で雪が降ってるみたいです今んとこもう雪で固定してるみたいなんでここであの温度計は使えないってことみたいですねまあ使えないっていうか役に立たないか簡単に言うと、うん、そうなってるみたいでえー とね、ちょっと待ってね。イルミネーション、おお、変わってるね。雪だるまがいるよ。見て見て見て。可愛いいな。で、これ以外にも、うん、あ、かわいいかわいい。イルミネーションがね、追加されてるとのことで、電気をつけると、はい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 。まあ、こんな感じでクリスマス仕様になってるみたいです。まあ、ここ以外にもね、何かしら、うん、どっか、イルミネーションが追加されてるんじゃないかと思われます。それじゃ次はね、呪いのアイテム。 ね、一部ちょっとちゃんとマップ上に出てるか見ていきましょうかまあわかりやすいようにそうですね狭いうんマップでちょっと探索して見つけてみましょうかあったあったあったはいみなさんブードゥーが来ましたね針めっちゃ刺してある使えるあそうか取るのか取れるまだ始まってないからかまだ始まってないせいか取れませんね現状 前よりかちょっとまた可愛くなってるね。少しグラフィック変わったかもね。いや、痛々しいな。前、針刺してなかったよ、こんなに。そうそうそう。増えてる、針が。うん、まあこんな感じで、一ミッションで、一ミッションで確実にね、一つ湧く感じになってます。あ、皆さん、ありました。魔法人来ましたよ。はーい。まあこんな感じで、ね。 そうだね。ウィジャー版とブードゥー以外のものもね、出てきました。いやー、これが見たかったんすよ。魔法陣。これを、こう、火をつけていけば、おー、強制的にね、出てくるみたい。これどうなんだろう安全時間中に5つ、五つつけても強制的に出てくるのかなやってみるはい。あれはい。はい。どうだ あっ出てきた強制的に出てきましたあノイズ走るようになってんだえもうもう解放されたんだけど早ない早っ早いってえ,えこん、こんな早いの糸も糸も簡単に破ってきたんですけど皆さん魔法陣。 そんなバリア要素ない気がする魔法人えあっさり破られたんだけど <laughs> 死んじゃったマジかあ聞いてないってこんな短いなんて向こうのね足も速くなってますからねあっさり捕まりましたねいやこんな速いんだったらねまああのすかさずそうですよ召喚したと同時に 走って、四角外まで逃げ込んで、ね、待っとくつもりでしたけど。マジか。いや、場合によったらまだ長く持つのかもしれないんですけど、ね、今回がまあそういった状況だったのかもしれない。はい、これがですね、今回追加された呪いのアイテムになります。果たしてね、どれだけの人がね、これを積極的に使っていくんでしょうかね。情報は得られますけどね、あの、代償として大きく、 小軌道を失うんでうん注意が本当に必要ですでえっ、ー、と準備期間準備時間中でもうん魔法陣にはね決して火をつけないでください強制的にもう現れますはいということで本日はですね新しい大型アップで えー、パッチ0.5が来たので、その中で、うん、自分たちに重要な点だけをね、まとめて話させていただきましたけど、ここまでとさせていただきます。えー、ご視聴ありがとうございました。ね、ここ最近ね、ファズモも、あのー、自分好みになってきたんで、徐々にね、復帰してきてるんで、また、アップデート情報とかね、そうだね、あと時間ができたら、えっ、ー、と、生放送とかそういったので遊んでいきたいとは思ってるんで、 ねよろしかったらねファズも上がったりしたら遊びに来てやってくださいこれ以外にもねあのー、ホラーゲーム中心で動画上げてるんでそちらも見ていただけると嬉しいですはいそれでは、えー、島津のファズモフォビア、えー、パッチ0.5の、えー、まとめ動画になりましたこれにて失礼させていただきますバイバイチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになります ご視聴ありがとうございました。